このクラブにとって昇格の夢はついえてしまいましたが、今季はまだ残留という目標が残っています。しかしそれを実現させるためにはかなりの努力が必要となるでしょう。サイドへプッキー、岡崎慎司、しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。ここで打つ、止めた。ボールが転がる。このプレーはホイッスルが鳴ります。カードがありますか。試合はまだ始まったばかりですが、早くもイエローが出されてしまいました。もったいなかったですが、それはそれとして今のプレーでイエローカードという基準を覚えておいた方がいいですよ。カンナバロ、フィールドの中盤でボールを奪いました。イバノビッチ、戻すしかないということでしょう。これはもったいない。ボールを失いました。振り抜いた、来た来た来た、決まった。先制点ゲット。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ、この場面でこれだけ冷静になれる選手はそういないですよ。大事な時間といわれる立ち上がりの15分、うまく試合に入ることができませんでした。ボールが中盤でカットされました。ドログバ、このパスはダメでした。通りません。このボールは通さない。コーナーキックです。それでは勝ち越し点のリプレイをご覧ください。方はいるか、打った。このシュートを弾いた。今度はしっかりとキャッチ。ドログバ、抜けますか。ここを主審が試合を止めます。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。ホイッスルが鳴ってファールです。2枚目、退場です。今日は活躍していただけに、ここで退場となると一気に主導権を取られてもおかしくないですよ。ヘッドは浮いてしまいました。頑張ったんですが、ちょっとボールが高かったですね。イバノビッチ、パスが華麗につながります。サイドチェンジ、カンナバロ、
キーパーがキャッチします。ここから攻撃に持っていきたいですね。ボールが狙われています。いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。視線が中にいった。さあ出すか。コーナーに向かいます。コースを塞いでいます。プッキーシュートだ。キーパー反応した。ボールを弾く。クロスが上がった。キーパー弾きましたがゴールです。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ。この場面でこれだけ冷静になれる選手はいないですよ。イバノビッチ、ボールをダッシュ、寄せが早い。岡崎慎司、カンナバロ、シュート。このシュートはちょっと強引すぎたか。プッキー、ホンダ、素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。岡崎慎司、フィンク、打ってきた。難しいシュートでした。前半終了です。スコアは1対1。さて前半が終了しましたが、試合は後半に向かいます。ミッドフィールドでボールを取りました。プッキうまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。
スローインです。形でゴール前まで持ってきました。ここはキーパーに任せます。しっかりと声が出てますね。気迫が伝わるセーブでしたね。この試合分かりませんよ。キャッチします。しっかりと連携が取れていますよ。つまらないミスでボールを失いました。イバノビッチ、ここでためを作ります。このパスはダメでした。通りません。プッキー振り抜いた。シュートはディフェンスがブロック。副審がコーナーフラッグを刺します。コーナーキック、パンチングで出す。これを止めたんですからフィールドも奮起してほしいですね。キーパーにバックパスです。カンナバロ、これはどうなりますか。ゴール決まった。さあこれでゲームのバランスが崩れました。これは慎重にコースを狙いましたね。そうですね、スピードよりもテクニックで決めたという感じですね。カンナバロ、キーパーボールをしっかりキャッチ。このボールはスローイン。危険な位置です。緊張感が増してきます。本田圭佑、ここを起点にできるか。カンナバロ、なんとか一息つきました。スローインです。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。このパスは通さない。本田、シュート、キーパー弾く。コーナーキックで続きます。ヘッドは浮いてしまいました。ボールをコントロールするまでの余裕がありませんでしたね。組み立ては良かったんですが相手ボールになります。4秒、ここは大きなチャンスです。何としても生かしたい。
サポーターも湧いています。え、ホイッスルが鳴ってファール、フリーキックとなります。攻撃ムードに水を差す形になってしまいました。このパスミスは非常に痛い。スローインに変わります。このボールは重要です。これは来た、ゴールキックとなりました。岡崎慎司、イバノビッチ、素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。ボールを奪いました。さあファールです。このプレーはどうでしょう。キープか追加点か、選択はどっちだ。見事にリードを奪いました。別の角度からご覧ください。ここまでのコーナーキックです。岡崎慎司、強い、体をうまく使います。ボールを取った。パスは通りません。ディフェンスにカットされました。ボールはどちらにこぼれるか。フリーキックを指示します。ケニー、ここでタイムアップのホイッスル。試合終了です。2連勝になります。好調なようですね。残りのシーズンもこのペースを続けられるかどうか注目してみましょう。そうですね。